東北、上越、北陸新幹線の各線は架線が垂れ下がった影響により午前10時ごろから運転を見合わせ、今日は終日運転取りやめとなりました。運転再開見込みは立っていません。また捜査関係者によりますと、新幹線が停止したさいたま市中央区の現場で爆発があり、復旧作業をしていた作業員2人が搬送され、このうち55歳の男性が重傷、48歳の男性が軽傷です。現場から中継です。こちらはさいたま市中央区の新幹線が停車している現場付近です。私の左後方に見える高架線に午前10時ごろから新幹線が停車しています。警察や消防などによりますと、今日午後2時40分ごろ、近くの住民から線路内で人が燃えているという119番通報がありました。その後、50代男性と40代男性の作業員2人が救急搬送されましたが、搬送時2人とも意識はあり、50代男性が重傷、40代男性が軽傷だということです。現場近くに住む高校生の男性に話を聞いたところ、自宅で勉強中にドンという短い爆発音が聞こえて現場近くに来たら消防や警察がたくさんいたと話したほか、こういった事故が身近で起きると思っていなかったのでびっくりしたと話していました。以上、さいたま市中央区の新幹線が停車する現場付近からお伝えしました。今日午前10時ごろ、上野大宮間で架線が垂れ下がった影響で、東北、上越、北陸新幹線の一部区間で運転を見合わせました。 JR 東日本によりますと、さいたま市中央区の JR 埼京線北与野与野本町間の新幹線線路に、金沢発東京行きの北陸新幹線輝き504号が立ち往生し、3号車と7号車のパンタグラフが破損したとみられているということです。その後、午後1時ごろには新幹線の乗客およそ359人が JR 東日本の社員に誘導されて線路を歩き、非常階段から避難しました。金沢市から東京の方に向かう予定でした。窓ガラスが割れました。外を見ていたら、上からポールのような細長いものと、それに付属した何か物体が落ちてくるなっていうふうに思って、でその後にカシャンと音がして、怪我はなかった、大丈夫でした、はい、あと何かが落ちてきて3秒ぐらいで多分ブレーキがかかったので、停車すると同時ぐらいに停電になって、こうちょっとざわついた感じでした。 JR 大宮駅の新幹線改札口では復旧の見込みが立たないことから、電光掲示板の運行表示がすべて調整中に切り替わり、構内では運転状況を駅員に尋ねたり、切符の払い戻しを求めたりする人の姿が見られました。どちらまで行く予定だったんですか？富山県の高岡、宇都宮。今日中には仮に運転再開できても行けないです。明日の葬儀の方に出ようかなと思ってるんだけど、ちょっと明日の状況はまだ今日分かんないからね。岩手県から来てて、今帰りを待ってたんですけど、ちょうど乗れなくなっちゃったので待ってます、ね。子供連れだとちょっと長い待ち時間。ちゃんとゲーム機入ってる、おかしい。まだ楽しめる、そしたら。架線が垂れ下がって新幹線が停止した現場付近では、午後2時40分ごろ、線路上で火災が発生したと119番通報がありました。捜査関係者によりますと、爆発があり、さいたま市消防局は作業員2人を搬送し、このうち55歳の男性は重傷、48歳の男性が軽傷です。